報道時間始まりました。パーソナリティの高島智博です。ナビゲーターの秋原希です。ナビゲーターの増田由美です。さあ、ということで今回はですね、このイッチマークからお送りしておりますけども、はい、もうもっと感染日和ですよね。今日はね、全国からなんと、ボレジョの皆さんが集まるボレジョ企画をやりたいと思います。ボレジョ？そうですよ、ボレジョ企画。今回のボートの時間は、全国からこの日のために集まったボートレース女子、つまりボレジョとともに、これからのボレジョを盛り上げていくためのボレジョによるボレジョの会議を行います。まず、やっぱりボレジョっていうことは好きな選手がいるんでしょ？あー、聞きたい。聞きましょうか、こちらの彩香さん。今垣幸太郎さん。また大阪市と言いたいですね。すいません。大阪は上条信孝さん。信孝ね、はいはい、そこから使います。ひなちゃんは誰が？私は大阪純さんが。あー、大阪純さん。じゃあ続いて何ですか、ヨッピー、はい、ヨッピーは上条信孝さん。あー、はい、バトルね。バトルね。上条信孝好きよっていう方手挙げてます。すごいすごい。ちょっとだけ聞きたいですけど、何がいいんですか？何がいいんですか、さやさん。かっこいいです。かっこいい。めっちゃかっこいい。顔タイプ。顔がタイプ。やっぱかっこいい。かっこいい。ボレジョからの圧倒的支持を得たのは、おなじみ上条信孝選手でした。さーて、そろそろ本題に入りましょう。ボレジョの皆さん、こんなんやってみたいよっていうね、企画を募集していこうかなと。私こういうことを住みの家でやってみたいんですけどっていうの、なんかいい提案あったら手挙げて言ってほしいなと。今でこそ女性ファンが多いですけど、もっと呼べると思うんですよ。なんかボートレース2だったら、ハズレの券を抽選できる、あの当たらんやつね。当たらないわかるわかる。なんかすごい外れても楽しみがあるみたいな、ね、あれゴミにならないからいいんですよ、ハズレ船券を入れるやつね。すごい床綺麗だったんで、そういう遺跡以上みたいな。そうやね、あれね、今多いんですよ。だからそれこそ通でもガマゴーリでも、ヤギのとこもありますね。あれ江戸川ね、江戸川はマッシロが食べてくれる。あれマッシロって言うんですか？あれマッシロ。命名和田明子さん。ボレジョの皆さんは綺麗で来場しやすい環境を求めているようです。そしてボレジョが最も欲しているのは、なんといってもグルメ。ボレジョ限定グルメ。あ、どう？どっかが協力してくれるよ、多分。どっかが住の絵バーガーやったよね。住の絵バーガー女子が提案。どう？野菜多めの。あ、いい。いいね、住の絵バーガー。大村とか佐世保バーガーめっちゃ人気あんね。俺ホットサンドとか好きやねんけど。ホットサンド今流行ってます ね。来た、ホットサンドよくない？楽しい。ホットサンドいい。もうこれ作ろう、店を。で、日替わりでバイト来て。こんだけ10人におったら回せるから。お前店長。店長。昇級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 。こういうおしゃれなやつを作っていけば、これがもっと集まりやすい。そうですね。きっかけ、たっちゃん、きっかけは？お付き合いしてる方がほらボートレース好きだ。ほら、そういうことで、ね、で、自分がハマったっていうことでしょ。はい。通いようも私の主人ですね。ほらね、私、女子だけで来たよって方は？はい、来た、スタートちゃん。初心者教室に初めて来た。いい意見が出ました。初心者教室ね。だから知らん人とは来ないから、皆さんが協力し合ってやっぱ呼んでいくしかないんですから。で、だから最高の目標はここにあれですよ、ボレジョイベントですよ。やっぱ女子だけで集まって帰るんやったら嬉しいでしょ。そこにイケメンレーサーが来たりしたらテンション上がるわけでしょ。よし、これ行きましょう。 最大の目標マーク2、150埋める。よし、これに決定。ボレジョのための企画は現在進行中、続報をお楽しみに。さあ、この度ですね、11月19日からなんとおっさんテレビ杯争奪ボートの時間ご視聴ありがとう競争が開催されることになりました。すごい。ということで、私なんと初日のドリーム戦メンバーも枠番も決めさせていただきましたので、そちらぜひ期待してください。10月某日、ボートレース住の絵では番組編成会議が行われていたということで、こちらにはそのね、主催者である瀬高さんもいるんですけど、はい、すみませんから、
真剣に考えてますから。はい、A 級 A1 レーサーをドリーム戦6に選べばいい。はい、じゃあこの中で言うと今出てるかな、林義信選手、森永純選手、川崎智之選手、吉川明夫選手、山本博久選手、深川勝人選手、福田正和選手、東本勝俊選手、浜野隆選手、宇野健太選手が A1 の。ここでね、まず6人選ばないといけないんですけど、はい、僕も決まってるんですよ、大体パッと見。はいはいはい、林義信選手、はいはい、これ次の絵、やっぱり実績すごい高いですから、で林選手が入ればやっぱりね、うん、これ安定する、はい、東本勝俊選手、はい、丸してください。ドリームですよ、はい、そんな僕の好きなように作っていいとは言え、うん、やっぱり売り上げも大事なんです。一番大事にしたいと思います。ボートの時間うなずいてる、はい、これだからボートファンとすれば、はい、吉川明夫選手をどっか外枠にでも入れてるんですよ、うん、はい、前付け作戦、うん、行きたいなっていうところ、入れましょう。おー、入れるんですね。ここは入れる。吉川明夫さん、入れていいですか。はい、全然。はい、吉川明夫さん、宇野健太選手は入れさせてください。そしたらここはやっぱり山本博久選手でしょ、ここ岡山でね。あと一人、これ九州でも売れなあかんから、こうなったら森永純さん。ドリーム戦に出場するメンバーは決定。あとは枠番をどうするかですが、形が俺が見えてる。はい、6号艇吉川明夫さん。はい、動きますよ動きますよ。でもそういう話をできるようになってもらえたんです。そういうことですね。はい、明夫さん6号艇、もうこうなったら決まってますよ。3に東本勝俊です。なんで4にしないのか教えましょうか。はい、秋夫さんが動いた場合、はい、2コースまで行ったならば、うん、これ4にしてたら困る。困るんですか。だから進入1、2、6、1、6、2、はい、3、4、5で入ってほしいです。僕の希望は6が動くんやから5も一緒に動くような人は入れちゃダメなんですよということで5号艇に森永純なんです。すんなりドリームは6コースでもいいですよ、森永ちゃんっていうことですよ、これ。4に山本博久さん。でも勝率1位やから林さんでいいじゃん。林さんで2号艇に宇野さん。だこれ何が俺の狙いか分かる？え？だから6が前付けいくやろ。はい。でビーン行くやろ。はい。1、2、6って入んねん、ちょっと深なんねん。うん。な。ちょっと深なって3、4、5やん。もうこれ決定やん。本来なんですか、角になった東本勝俊、角になった東本勝俊はスタート行きますから、スタート行ったの一気ですわ。一気に行ったらその間を山本博久さんまでありますわほんならこれはもう3、4、4、3流しでいいんですよはい、ほんならどうしますか。4に行きます。1、2、6、はい、3、4、5、はい、3が待っています。4が差します。5、最後に、はい、これ3、4、4、3、出来上がりどうでしょう、売れますわ。ありがとうございます。だってこれ逆に考えてください。ほんなら1、2、6、3、4、5、インが強い林義典選手、住之江も強い、1からももちろん売れます、うん、はい、徳島、ほんなら鳴門の場外行ってください。1、2、2、1、また売れます、うん、ね、もう徳島支部でワンツーやで言うて、ワンツーやで言うて、もう1、2で売れると、うん、ほんなら1から勝ったらこれ1、3、1、4まで買える。このサイアウトロックコース森永純、これも買いたいな。一流し5、はい、OK。 そしてさらにマッスンと日野ちゃんも番組を編成させてもらえることに。というわけでご覧の2レースの出場選手が決定しました。枠番についてはレース当日をお楽しみに。皆さんぜひ楽しみに、はい、11月のねこの、レース見ていただきたいと思います、うん、何かイベントもやってると思います、うん、ぜひ来てください、はいはい、ということで皆さん頑張りましょう。ドリームから頑張りましょう。ボレジョのための企画に向け結束が高まったボレジョたち。さらにテンションをアップさせるためピットであの選手に挨拶をすることに。ただここに来るまでに出たボートの時間ちゃうんかってずっと小声で言うのやめてもらっていいですか。またボートの時間ボートまたっていうのやめてください、はい、ま、さあということで上条信孝選手です。
なんかね、今日ボレージョ企画でボレージョの皆さん集めてね、人気投票聞いた結果、ダントツで1位です。マジっすか、ダントツ。もうみんな上条信孝に会いたい。すげえ、みんななんかさっきと全然ちゃうやん。ちょっとじゃあ皆さん、ボートレースを愛する女性ファンの方なんで、ちょっと皆さんに一言お願いします。皆さんにもっとこれからも、ね、これからも応援よろしくお願いします。応援よろしくお願いします。じゃあみんなで一緒にグラッツェやった方がいいんじゃないですか、はい、そうですね、はい、じゃあ信孝さん、こちら入ってもらって、はい、みんなグラッツェよ。みんな寄ってグラッツェよ。はい、じゃあいきますよ、はい、せーの、グラッツェ。はい、オッケー。いや、本当良かったです、はい、ありがとうございます。めっちゃファンらしいです。めっちゃ嬉しいっすわ。もう篠崎兄弟より上条兄弟。それは言い過ぎでしょ。ほんまに言ってました。ほんまに言ってました。はい、ありがとうございます、はい、すいません。ただ吉住さんの人気が全然ないんですよ。なんでだと思います？いやー、やっぱ僕にちょっと隠れてほら。さあ、ということで、ボレジョの皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございます。最後にいいプレゼントで夢が叶ったんじゃないですか。どうですか、はい、これで今後も来てくださいね。今後勝手に来てもピットには入れませんから、ね。そうやってね、もうちゃんとレーサーを応援していただきたいなと思っております、はい、先ほどの会議は全て提出して、はい、いい結果になれば皆さんバイトで来ていただくと思いますので、うん、はい、店長やりますので、ね、店長頼みますよ本当に。ということで本当にありがとうございました。ということで皆さん一緒にじゃあこれで締めましょうか、はい、ということでボレジョの皆さん本当にありがとうございました。ということで今週はこの辺でさよなら、グラッツェということで、また来週。墨の絵飯。このコーナーは墨の絵の美味しいグルメと美味しい情報を紹介していくコーナーです。マスンとのぞみんがやってきたのはおなじみのお食事処、勝ち船。ありがとうございます。ご飯が進みまくる牛すじ炒めをいただきます。合うよ。勝船では牛すじ炒めがお得になるサービスを実施中。ぜひご来店ください。